はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンド2021年7月1日2回目のニュース速報でございます。先ほどはですね、ちょっと気持ちがなえるニュースでもあったんですけど、今日7月1日にですね、浦和レッズがリリースが出ております。三菱重工カップ平川忠明引退試合、浦和レジェンズの参加メンバー決定のお知らせでございます。この度7月22日木曜日、祝日ですね、開催予定の平川忠明引退試合、三菱重工カップ、浦和、スリーレジェンドかな、スリースターレジェンズ、チームに参加するメンバーが決定しましたので、お知らせしますということです。コーチングスタッフ、ちょっと華やかにやりますか。ね、コーチングスタッフ、から、あとね、メンバーとして、発表の音は、これかな？こっち。コーチングスタッフ、監督、堀高文。コーチ、土田久志。1番、ゴールキーパー、山岸則弘。1番、ゴールキーパー、西川周作。2番、ディフェンス、坪井圭介。3番、ディフェンス、宇賀神智也。4番、ディフェンス、田中マルクス・トゥリオ。4番、ディフェンス、那須大輔。5番ディフェンス、牧野智明。7番ミッドフィルダー、酒井智幸。9番フォワード、永井雄一郎。9番ミッドフィルダー、武藤勇樹。10番ミッドフィルダー、柏木陽介。11番フォワード、田中達也。13番ミッドフィルダー、鈴木啓太。14番ミッドフィルダー、平川忠明。あ、これ名前忘れちゃったな。16番、ミッドフィルダー、相馬武人だっけ。そう、相馬失礼、そう、相馬の名前忘れちゃいましたね。失礼だよね、本当に。相馬貴人ですね。すいません。失礼しました。相馬貴人。もう一回やろうか。失礼。16番、ミッドフィルダー、相馬貴人。16番、ミッドフィルダー、青木拓也。17番、ディフェンス、永田満。18番、ミッドフィルダー、小野伸二。19番ミッドフィルダー、内館秀樹。これ俺間違っちゃいけないんで、今もう一度ちゃんとしますね。いいと思うんですけど、20番、20番ミッドフィルダー、堀之内聡。20番フォワード、李忠成。22番ミッドフィルダー、阿部勇樹。23番ゴールキーパー、鈴木亮太。30番ミッドフィルダー、岡野正幸。30番フォワード、興梠慎三。41番ミッドフィルダー、関根貴弘。46番ディフェンス、森脇亮太。なお、
参加メンバー、背番号、チーム構成につきましては、コンディション都合等により、今後予告なく変更を生じる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。日本国外在住の外国籍選手は、新型コロナウイルスの影響を鑑み、残念ながら招待を見送っております。なるほど。残念ですね。そういうことだったんですね。なるほど。トゥーリオはでも来るんですね。嬉しいじゃないですか。皆さん、こんな感じでございます。まさきさんどうも、こんにちは。コオロギのことはまだまだ決まって、ないのですが、すごく残念。なんでオファーが来ただけだよ。うん。オファーが来て、コオロギが移籍するとは言ってないんで、はい。なので、オファーが来る選手ですよっていう話ですね。はい。オファーが来て移籍しますって話は、どこにも出てないですよ。浦和レッズからも来てないですよ。だから、一応コンサドーレ札幌見ますか。コンサドーレ札幌の、ほら、結構ね、配信してる間に、ニュースが流れてくる時もあるんですよ。さっきも終わったらこれが流れてきたんで、さっきやってる状態だったら全然良かったんですけど、全くそんなニュースは出ておりませんよ。はい。一応、オファーがあったというニュースがあったことであるので、まさきさん。よーくあれですよね。そういうオファーがありましたよということですね。な感じでございます。はい、で、コウタロウくん、こんばんは。職場の原稿を書きながら参加します。よろしくお願いします。いやいや、もう速報なので、そんなにどうこうではなくね、どうこうではなく、まあ、そんな話が始まっておりますということですね。まあ、いいニュースでよかったじゃないですか。いいニュースで。僕はちょっと、名前が、相馬隆人、堀之内聡に関しては、この前も、堀っていつも言っててね、申し訳ないです。はい、そうですね、これ。やなさん、こんにちは、ロビーワシントン見たかったですね、って、そうなんですよね。今回のこういうことがなければね、見たかったですね。まあ、山田信久も見たかったですね。うん。トゥーリオはね、だからアレックスは来ないんだね。来れないんだね。だから、日本国籍がある人は、入国ができるんだね。そういうことなんだなっていうのをね。お、トゥーリオの名前あるよと思ったら、そうなんだ。まあ、那須大輔選手もそうですしね。トゥーリオ選手もそうですけど、YouTuber として非常に能力が高い方々です。その人たちの YouTube も楽しみですね。その後なのかね。まあ、平川選手、引退記念日、引退試合ですか。我々も楽しんでいきたいなと思いますが。まあ、とりあえず、参加選手が決まりました。この後、まだまだ参加選手が増えるのかな。楽しみですね。平川選手はね、この前自身の SNS で連絡が、してましたんでね、90分走れる体力をつけたいっていうことだったので、ぜひ。これね、5000人じゃ足らないよね。もっと大きく、たくさんの人の前で見せたかったなと思いますけれど。はい。でも、まあ、テレビ放送とかあんのかな？まだね、その詳細の方は見れてないんですけど、そんなことがあったら、ぜひぜひね、平野ね、引退を祝したいなと思いますので、よろしくお願いします。すいません。なんか、至らぬ配信になってしまいましたけど、一応、速報でということで、もう、浦和レッズの公式の方からも出ておりますので、そちらの方で、確認していただいてもよろしいかなと思います。とりあえず、速報ということで、ライブさせていただきました。ありがとうございます。それでは皆さん、チャオ。